レースも中盤を過ぎると岡田とスライトのトップ2にドゥーハンとエドワーズが接近。トップ争いは4台のワークス RVF の戦いとなる。セカンドグループは羽賀を先頭に両北川吉川伊藤の順。9位に後退した伊藤は表彰台でタイトルを決めることはもはや不可能となった。レースも終盤に差し掛かると周回遅れの処理のタイミングで5位の羽賀が集団を抜け出すことに成功する。北川と吉川は両をかわしそれぞれ6位と7位にポジションアップ。逆転タイトルはほぼ不可能となったが、全日本勢トップとなった北川はワールドスーパーバイクライダーの羽賀を懸命に追撃する。しかし19周目の試験、北川は痛恨のスリップダウン。すぐに戦列に復帰するが大きくポジションを落としてしまう。そして迎えたレース終盤、羽賀の後方を吉川と亮の6位争いがさらに白熱する。亮と吉川はサイドバイサイドのまま2コーナーから3コーナーへ。ここで2台のラインがクロスし、亮はあわやコースアウト。この間隙をついた伊藤が亮をパス。亮は一気に8位までポジションを落としてしまう。一方、トップ争いは周回遅れの処理のタイミングで岡田とスライトが再び集団を抜け出し、3位のドゥーハンは追撃を断念。レースは岡田とスライトの一騎打ちとなり、いよいよファイナルラップに突入する。岡田忠之とアーロン・スライト、95年の鈴鹿8体優勝ペアの2人は互いの手の内を知り尽くしている。とにかく全力で逃げる岡田、そして岡田の背後でプレッシャーをかけ続けるスライト。 GP ライダーとワールドスーパーバイクライダーの行き詰まる接近戦はいよいよ最後の勝負どころ、試験へと向かう。岡田は試験員の切り返しで痛恨のミス。 10% 勾配で岡田の真後ろについたスライトはコントロールライン直前で並びかける。